はようございます。今日は4月22日、本当はちょっと南房総の方までイカ釣りに行こうかと思ったんですけど、風が予報が微妙だったんで東京湾奥干潟にやってきました。無理しない範囲でやっていきましょう。今のところまあ凪と言っていい状況。ここに来るのはまず緊急事態宣言なりいろいろあって去年の秋以来、状況全く分かりませんということで、今日は、釣れ線ルアーずらり、ここでの実績あるルアーをとりあえずローテーションしていくと。新顔としては FMB の現 10g、 これはちょっと新顔ですね。今日ちょっとこれ余裕があれば試していきたいですね。まずは信頼と実績のルアーからちょっと試していって、パターンが全くね分からないんで手探りでやっていくという感じです。行きましょう。立つと先にエイがいるかどうか、ね、よく見えます。お、ベイトいるね。ボラの子だな。これはベイトになってるかわからないが、お、乗り上げた。よいしょ、行こう。でこういう浅瀬、これからの時期干潟の浅瀬はエイがいる可能性があるんで、カヤックが浮かんじゃうなら乗っちゃった方がいいですね。その方が安全です。立って乗る必要はないんですけど、今浅いんで立って乗ってます。忍びは立って乗れるぐらい安定性あります。スタンドアップパドル状態でもまあまあいけると。エイが怖いですよね。エイがね、東京湾奥干潟エリア超久々です。まあ、正直言うとこの干潟エリアっていうのは春は2月と3月が一番釣れる、それは間違いない。まあ産卵終わって1月ぐらいからね、アフターの始末戻ってきて、最初体力がないんでその辺にねある運河筋いっぱいあるんですけど、まあ、そういう運河筋とかで夜にバチとか、まあ、そういう食べやすいものを捕食して体力がこう復活してきた個体からこの干潟に出てくるんですよね。で一時的に2月3月この干潟にシーバスの魚影がぐっと濃くなるタイミングがあります。そこが一番よく釣れる。でこれぐらいの今4月下旬ですけど、これぐらいの時期になるともう適水温だしシーバスは元気だし、ベイトを追いかけ回していろんなところにね割と散っていく、沖に払っていくシーバスもいるし、川に入っていくシーバスもいるし、まあベイトがいればいいんですけど、ベイトがいないとシーバスも消え去るっていう、まあ、分かりやすい構図になってくる。だから数は正直この時期からあんまり、望めなくなるんですけど、シーバスはもうこの干潟にいないってことはない、絶対にいる。それを探していく旅になります。だから数はね今日そんなに出ないと思います。1本2本でもいいんで、まあ、シーバスの顔見れたらいいですね、久しぶりに。で今日パドルはタイダルストリームフォームコアナローの方を持ってきました。今日ちょっとね予報としてちょっと風が、まあ、今も少しありますけど、いや特に後半やや上がってくる予報が出てるんで、風に強いこの細長いブレードのパドル、これすごくいいですね。本当バランスがいいパドルです。ブレード長がかなり長いんでやや長めで使用してます。225センチにして僕は使ってます。忍びだとは甘くないというか、しっかりしたキャッチ感も感じられるし、すごくバランスのいいものですね。おー、エイだ。エイがいた。おえ。水面までいるじゃない、エイが。
もう時期的にエイが増えてくる時期ですよね。お、乙女にちょっとなんか映り込んだな。いやーでもいまいちだな。まだ行こう。潮が全然そこは動いてない。お、ベイトいるね。ちょっと今表層に小型のベイトがいるんで、ちょっと探っていきます。ルアーはこの時期最強ダイナマ SSP、 ダイナマ 90SSP。 今日リールはちょっとバイキング試しに持ってきました。片軸リール、キャストには基本的には向かないんですが、投げにくいけど魚をかけて逆転ドラグファイトが味わいたいだけ。ただそれだけのために持ってきました。ブレーキなし、油断すると大バックラッシュが待ってます。なんとか投げれるうん、なんとか投げれる。飛ぶし、バイキング極みです。日本がね、チャローは割と早く上がってきちゃうので、そうすると魚いなくなると思う。歩くよね。とりあえず今安牌圏内でやってます。いやいや、取った。よっしゃ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 、取った。おー楽しい、うー楽しい。これ黒鯛じゃない、黒鯛じゃない、キビレか黒鯛か。おーおー、キビレー。うわー、食った、嬉しい。これはバレるなよ、バレるなよ、バレるなよ。おお、いいサイズ、いいサイズ。楽しかった。こっから外れない。いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっともうちょっと巻こうか。これ難しい、ランディングが。やりました、キビレちゃん、やりました、キビレ。いやー嬉しい、いやー嬉しい。久しぶりに釣ったキビレ。ちょっと風強くなってきたから堆肥かもしれないっていうところで降ってきたね。サイズは40アップのキビレちゃん。うわ、やりました、40オーバーのキビレちゃん。あ、ここに42ぐらいありますね。やったー。ルアーはダイナマ 90SSP、 タックルは KF ゴルゴにバイキング極み、片軸リールで釣った。やりました。 GoPro 写真、 GoPro 写真。はい、ありがとう。いけるいける、うー、いった。さあ風が上がってきちゃいましたんで、一回退避だこれ。バイキングリールでそんなにドラグ逆転出なかったですけど、楽しかったです。ちょっと風が上がってきたんで一回退避します。ちょっとね、風きついですね、これね。これ以上吹いたらちょっと危ないんで、開始何頭ぐらい釣れましたかね。開始 2,3 頭ではないな、6、7頭目でいきなり釣れましたね、キビレが。で、シーバスを楽しみたいんですけど、ちょっと風が上がってきちゃったんで一旦退避します。ファイナルストリームのこのナローバドル深い方ですね、平行少ないので、これを風が強い時はやや低めで、
未だに昼前でも北の風がむしろ強くなってきているという状態です。やっぱり春ゴールデンウィークの前ぐらいまでは冷たい空気とね暖かい空気が同居してるんで予報が外れやすい、風が吹きやすい。現場判断で予報と違うなと思ったら早く帰るっていうのが安全にやってくれる重要だと思います。